2. Live in the present. Charlie Hayden remembers. インタビューハイライト。オーネット・コールマンと演奏したことへの他のミュージシャンたちの反応は？周りではたくさん騒がれたよ。ニューヨークの5スポットでは開演するときにはもう喧嘩が始まっていたよ。観客たちは僕らを興奮してステージから引きずり下ろそうとしたり、また僕らを褒めそやしたりした。クラブはたくさんの人で毎晩埋め尽くされていたよ。異なる芸術の世界の人たちでもね。画家や著名な作家、映画制作者、ダンサーたち、それからミュージシャンたちで。ある時、ステージから客席を見回してみると、バーの近くに立っているのはポール・チャンバース。1935年から69年のジャズベーシスト。パーシー・ヒース。1923年から2005年のジャズベーシスト。チャーリー・ミンガス。1922年から1979年に来たジャズベーシスト、作曲家、ピアニストだった。彼らは僕の目を真剣に見つめていた。 OK、 次はどう出るんだいってね。僕は弾き続けた、目を閉じて。またある夜、演奏している僕が目を開けた時、そこにはレオナルド・バーンスタイン、1918年から1990年に生きた作曲家、指揮者、ピアニストがいて、僕の演奏楽器の前に耳をくっつけるようにして聴いていたんだ。毎晩そんな感じだった。とてもエキサイティングだったよ。暴力はエキサイティングではなかったけれどね。ある男は誰かの車に火をつけたりした。ある晩は、覚えてるよ、誰かがキッチンに戻ってきたんだ。オーネットと僕はキッチンで立ち話をしていたんだけれど、それが誰だかは言わないけれど、その彼はオーネットの顔を殴ったんだ。それはそれはとてもハラハラした時だったな。新しい何かが起こってきていた。それは音楽に限らず、人々の意識の中にも。音楽の流れの中から毎晩のようにね。